美脱天皇、美脱天皇、美脱天皇、538年戦火天皇3年 ?585 年9月14日。美脱天皇14年8月15日は、日本の第30代天皇在位572年4月30日。美脱天皇元年4月3日マイナス585年9月14日。同14年8月15日。 和風志望は、ヌナクラ太玉式の孫、ヌナクラの太玉式の御子と、古事記では沼、ナクラ太下間式命。別名、おさだの、おさだの天皇、おさだの王君。寒風志望の微脱天皇は、他の代々の天皇とともに、大美の三船によって名付けられたとされる。金明天皇の第二王子。母親は、千華天皇の王女、皇后関姫王女。 金明天皇と石姫王女との間の息子である。金明天皇は、携大天皇と田白かの王女、人間天皇と春日大娘王女との間の娘、との間の息子であり、石姫王女は、仙花天皇、携大天皇の御子と、立花の中王女、手子王女の同母妹との間の娘であるため、父方、母方の双方からそれぞれ携大天皇、人間天皇、 有力天皇の血を引いている。道母兄、八田玉勝大系美子が、金明天皇13年、552年 ?4 月に皇居したことを受け、道十15年1月7日、554年2月24日に皇太子となる。ちなみに、道母の兄弟姉妹として、他に、重縫いの王女がいる。伊母の兄弟姉妹としては、陽明天皇、水子天皇、 桜井美子、君姫大君の父、穴ハシ橋人王女、陽明天皇の皇后、聖徳太子の母、スシュン天皇がいる。金明天皇三十二年四月十五日、五百七十一年五月二十四日。二、金明天皇が崩御したことを受け、美達天皇万年四月三日、五百七十二年四月三十日。即位。美達天皇四年一月九日。 575年2月4日に、沖永マテ王の女、広姫を皇后としたが、同年11月に崩御。翌同5年3月等が、576年4月23日。16歳年下と言われる、イボ妹のヌカタベの王女を、改めて皇后に出た。なお、金明天皇32年、571年に、ヌカタベの王女を、すでに人しており。 二個であるにもかかわらずなぜそうでない弘姫が当初、皇后となったのかは不明。なお、美月天皇にも亡くなった年齢に際があるという説が唱えられていて、それらでは24歳、37歳、48歳、61歳の諸説があり、次の代の陽明天皇と同様、正確な没年齢は不明であるが、皇大期等の示す48歳説が現時点で有力ではある。 はじめくだら大井宮、くだらの大井宮、大阪府河内長野市太井、奈良県北葛城郡広陵町くだら、大阪府富田林志向田、奈良県桜井市など、諸説ありを皇居としたが、微脱天皇四年、575年、牧船の結果に従い、薬後多玉宮、お田の咲玉の宮、現在の奈良県桜井市海獣、お田の宮へ、選択。 物のべモリアがそのまま大連を引き継ぎ、蘇我馬子が大臣になった。金明天皇の遺言である未マな復興を目して、くだらと協議していたが、ほとんど進展は見られなかった。また同時に、金明天皇の遺言には、白木を打てという内容もあったが、白木とも通行し、未マなの長を受け取っていたと記されている。また、世界最古の企業とされる、今後お組が、微奪天皇六年。 五百七十八年に、宮大工の集団として発足したと伝わっている。美脱天皇は、廃物派寄りであり、廃物派の物ノ守屋と中富野氏が勢いづき、それに、数物派の蘇我馬子が対立するという構図になっていた。数物派の蘇我馬子が寺を建て、仏を祀るとちょうど薬病が発生したため、微脱天皇十四年、八十五年、に、 物のモ,モリアが天皇に働きかけ、仏教禁止令を出させ、仏像と仏殿を燃やさせた。その年の8月15日、585年9月14日、病が重くなり、宝御、なお、古事記では、没年は584年とされている。仏教をめぐる争いはさらに次の世代に持ち越された。皇太子はおらず、宝御の翌月の美脱天皇14年9月5日、 585年10月3日伊保兄弟の大江美子が、陽明天皇として即位した。三笹は、宮内庁により、大阪府南河内軍大使町大和大使にある、河内磯町、中尾領高知の品川の中野尾の三笹に事上されている。母の石姫王女との合葬遼で、宮内庁上の形式は、前方公園。遺跡名は、大使西山古墳で、 墳丘町113メートルの前方公園墳である。日本書紀では、天皇は宝御後の上がりを経て、朱春天皇4年、591年 ?4 月に先に亡くなっていた石姫王女、宝御年不祥の墓に追葬されたとし、その両号を磯町領とする。縁起式書領領では、美達天皇領は、遠領の河内磯町、中尾領として記載され、 河内国石川郡の所在で、町域は東西山頂、南北山頂で、守護後煙を毎年当てるとする。その後、元禄の,の丹領の時点では、永福寺領であったほか、源氏万年、1864年には、廃所設置、1899年、明治32年には、御在所修補がなされている。なお、大使西山古墳には、 伝統派にが認められる点で、時代的に疑問点が残るため、まみささぎを発しつつか古墳、大使徴用室に否定する説も挙げられている。また皇居では、皇齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。